今日は内豆と小松菜のナムル作っていきたいと思います。この内豆、私も初めて使う食材なんですが、先日新潟のスーパーに行って何か面白いものないかなとぐるぐるしていたら、見たことのないこの内豆を発見したので、ちょっと試してみようと思います。酢の物とか煮物、裏におすすめですって書いてあったんですが、ちょっとナムルに挑戦してみます。はい、我が家のナムルはすりごまたっぷり。今日はちょっと時間がないのですったものを使っちゃいます。はい、中華スープの素ごま大さじ2、中華スープの素小さじ2ぐらい、はい、にんにくのチューブ少々、はい、ごま油大さじ1、砂糖小さじ1/2、よく混ぜて、ちょっと水分足りないんですが、小松菜からも絞っても出てくると思うので、多分ちょうどいいと思います。内豆は5分から10分ぐらい茹でるそうです。はい、茹でたらちょっとこの皮が剥けて気になるんですが、本場はどうやってどうするんでしょうか。食べても気にならないのでそのままでもいいのかなと思います。はい、よく混ぜてお皿に盛って完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あ、今日はお皿ナムルなので、韓国に行った時に買ったお抹茶茶碗に持ってます。